おはようございます。阿部義俊です。今回は以前一度、物撮りの動画を撮った時に中途半端に紹介してしまった G 像のマエストロパウア・アバロン・シーシェル、万年筆とローラーボールの紹介をしようと思います。紹介とついでに今万年筆の方が、細字 F の2分をつけてるんですけど、ちょっと思い切って極細 EF の2部を注文してみたんで、ちょっと付け替えてみようかなと思います。まずはちょっと化粧箱の話をしようか。いろいろ紹介、G 像のペン紹介されてる方、軒並みその化粧箱の話をされていて、確かに見た感じ非常にその高級感のある、化粧箱で、珍しいこの観音開きの、タイプになっていて、これはそのこれセットで売ってるものじゃなくて、たまたま自分はそのローラーボールペンと万年筆を買って、どちらも同じタイプにしてしまって、ちょっと今思うと違う柄のものにすればよかったなとちょっと思っていますが、とりあえず、ペン自体は非常に、見ての通り圧倒的に美しくて、そうですね、それ他のペンの時もちょっと話したけど、僕はこういうあまりにもその装飾性の高いというか、その過敏なペンは苦手で、あんまりこういうのをそのあんま持ちたいと思わなかったんだけど、これを見てるうちになんかだんだん欲しくなってきてしまって、ついつい手を出してしまいました。で、今は非常に昔なぜこれを行き過ぎと思っていたんだろうと思うぐらい気に入っております。でも確かにこれをなかなか若い人とかは持ちづらいかもしれないですね。その威圧感がありすぎて、自分も おじさんになってきたから、だんだんこういうのが好きになってきたんですかね。とりあえず G 像のそのこのマエストロパウアアバロンシーシェル、マネストローラーボールはこの、そのパウア街のその真珠の層に、このボディの部分は手作業でその職人の人がこうパウア街を八角形に造眼して、でその上に透明なこのクリアラッカーというのかなという素材を、やはり手作業で何層にも何層にもこう塗っていって、で最終的にそれを、やはり手作業でその磨き上げて、これ丸い軸になってるんですね。そのカメラで写した時にどんな風に写るのかちょっと分かんないけど、八角形に見えますけど、こう握り自体はその丸いペンなんですね。で見た目もその美しいんですけど、工作精度が非常に高くて、このネジとか、そのネジ自体はそのネジ溝がすげえ細かいわけじゃないんで、こう数回回すだけでスルッと抜けるんだけど、このね、回り具合のその異様な滑らかさで、だけどクッて締めた時にもうピチッと締まって力入れないと戻んないんですよ。でクッて力入れると、あとはもうスルーッとその回るんですよ。これすごく高級感というか、工作精度が高いなと一回しで分かる、質感でとてもいいです。でペン自体も何かその装飾をちょっとその机の上をなんか賑やかにデコろうと思ったので、完全に間違えてますよね。一応美大を出てるのに、なんかこの装飾に関するセンスのなさよ。正直これを買った時にはまだ自分はその極細のペンが欲しくてしょうがない時期で、F を買って、すごい書きやすいけどちょっとだけ太いんだよな、あとちょっと細ければなと、思って EF の2部が別売りだったのを見て、思わずその後から注文して買ってしまったんだけど、送料も高かったし、今となってはこのぐらいの太さがあった方が、このインクの味わいというか、このニュアンスというか、こういうのってあまり線が細すぎると、その微妙なにじみとか微妙な濃淡が出てくれなくて、ストンとボールペンで描いたみたいな味気ない線になっちゃう面もあって、自分はそのちっちゃな文字を書いたりとか、そのスケッチを撮ったりとかしたいので、何度も言ってますけど極細のニブをついつい求めちゃうんだけど、正直その注文してからそのことが分かり始めて、届くまで何週間かかかったんだけど、その間にでも F でもよくねっていう気持ちにちょっとなってきたりしてはいます。ただちょっと EF も試してみたいんで、書き味自体は自分の持っている全ての万年筆の中でもちょっとどれが1位ってやっぱりつけづらいですけど、最上位の書きやすさと安定性と、ペン自体がある程度重いんで、自重でそのもうそのなんだろうな、その手を動かすだけで書こうと思わなくても線がついてきてくれるような
その書き味で、その筆圧をかけてこのもうそれほど太くなるわけじゃないんで、そのペン自体はどっちかというとあまりしならない硬いペン先なんですけど、まあ僕自身はそのいわゆるしならせたければフレックスとか G ペンとかあのインディグラフとかいろいろあるんで、こいつはこの書き味で全然いいなという感じです、うん、というのが万年筆で、もう一本これはローラーボールで、今はペンテルの KFRN3 って言ったかな、なんか型番のリフィルが入ってます。で G 像のちょっと待って、G 像のスピードマスターというリフィルが2本ついてきていて、それは買うと結構なお値段のする高級なそのリフィルで、ちゃんと G 像のロゴが入っていて、あのなかなかおしゃれだったりするんですけど、こいつは太さがどのぐらいだったかな、まあなかなかに太字なんですよね。でまあこれまたそのうち僕太字が好きになってくるような気もするんで、この時のその時のためにちょっと楽しみに取っておくことにして、で日本製のでいいからその細字の、リフィルを探したんですよ。で近所の文房具屋さんに行って、このペンとこのリフィルを見せて、こいつの互換性のこいつに入る、リフィル何がありますかって言ったら、オートって日本のメーカーの、そのオートっていうメーカーの C305 とか304とかのあたりのリフィルが多分入ると思いますよみたいな話になって、でその後でなんかその僕の何か聞き間違いか、僕の説明がおかしかったからなのか、でも実物を見せて、でオートの C305 って言ってたもんな、なんかちょっと勘違いされたのか、あの分かんないんだけど、 C305 とかはどん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 対応するボールペンが今減ってっていて、なかなかもうこれと互換性のあるリフィルってどこも作ってないんですよねって言われて、あそうなんだ、そんなマイナーな、やっぱあ外国のそのボールペンだから日本ではあまりリフィルが手に入らないのか残念だなって思ったんですよ。だけどあの後で自分でいろいろネット調べてみると、こいつの互換性のあるリフィルは日本で山ほど多分出てるんですよ。でというかもうそのこの約束された勝利のリフィルと呼ばれるジェットストリームの 0.38 が全然入るんですよ。これが入ってくれるんだったらもう怖いもんなしというか、もう別にこれでいいよっていう、そので、多分このスピードマスターの G 像の純正のリフィルを見た時に、あの多分この文房具屋の人はだから、この太い金属の軸でこういうペン先のこの長さのこの太さのリフィルをって言って、あこれはもうあんまりないんですよねって話に多分なったんだと思うんですよね。ちょっと見てみる と、ジェットストリームはちょい細いんですよね、確かに言われてみると。だけどジェットストリームもどうなんだろうな、入るんですよ。できちっとペン先も頭ちゃんと出てくれて、でうん、あのいわゆるガタつきみたいなのも全くなく、もう 100%、完璧な書き味で、もうこれでその自分としては勝ったっていうか、もうあのこいつに関してはリフィルで困ることはもうない。ジェットストリームが入ってくれたらあのどうとでもなるし、ということで今のところその問題は解決した。だからこのことに気づくまではというか、今動画撮ろうと思って、あれ長さ同じじゃんと思って今気がついたとこなんですけど、でそれまではこのペンテルの KFRN3 だっけな、これがこのスピードマスターとそのまあいわゆる太さも長さも同じで入ると。あとはどれだっけ、これは桜のボールサインのリフィルなんだけど、こいつもだからこのペンテルのこれと同じ規格なんで、当然一応入れとくか、入るんです。でこれ今ちょっと樹脂玉がついてるから書けないけど、ガタつきも全くなく、あの全然大丈夫なんですよ。というわけで自分としては意外なことにめちゃくちゃた、あの要するに一時期はその文房具屋さんでこれに対応するものはもうありませんねって言われてしょぼーんってしてたんだけど、対応するリフィルがいっぱいあって、オートのすごいった、まあとりあえず今は非常にハッピーであります。でボールペンとしてはまあまあなかなかのお値段、1万1000円かなしたので、おいそれといいですよって言って、ボールペン1本に1枚もかける人そうそういないと思うんで、
全然おすすめはなかなかできないですけど、そうだな、なんかリフィルがね、いろんなものが使えるって分かったんですよね。うん、まあこういうデザインが好きであれば超おすすめのそのボールペンと万年筆ですね。あの見た目も綺麗で、そのいわゆるパッと見た目に八角形の軸に見えるんだけど、握るとそのすごい透明度の高いクリアラッカーがくるっとそのあの固められていて丸いんですよ、うん、とかその面白ギミックとは言いませんけど、なんかそういう楽しさもあったりして、やっぱキャップポストもできるんだけど、キャップポストするとさすがにこれはもうリアヘビーすぎて、ちょっと話にならないんで、一応キャップポストできる仕様にはなってますけど、まあ、あのキャップはつけないで使うものだと思います。あとは一応そうそう、重さを測っておくと 50.1g、 これがローラーボール。まあローラーボールは中のリフィルでちょっと変わりますけどね。万年筆の方が、万年筆もちょっとインクの残量とかで変わりますけど、まあ、49.3 と。まあほぼほぼ 50g ですね。だから相当ペンの中では、重い方だと思います。どっかに俺のノギス買っといたら。で、ちなみに、このジーゾーって会社は、大体のペンが500本ぐらいって言ったかな、なんか限定生産になっていて、在庫をあまり持たなくて、500本売れたらもうこの、あの型番はなくなりますっていう、なんかそういう売り方をしていて、握りの部分はちょうど10ミリか。そうですね。なんか、ちょっと細く、いくらのペン先に近づくにつれて、ちょっと細くなったりしてるんで、まあ、9.8 ミリから 10.1 ミリぐらいの間、まあ、ほぼほぼ10ミリですね。万年筆もそうですね、同じですね、うん、握りの部分はまあほぼちょうど10ミリです。よいしょ、10ミリか。ここが太いんで、なんかすっげえ太軸と思ったけど、この握りのところは一段細くなってますね。ツルツルの真鍮にクロームメッキなんで、そのツルツルしてるけど別に書いてる時に滑ることはないですね。で、ちなみにそのさっき入れた緑色のインクはクレタケの、明治の色クジャク緑というやつで、なんかここの色を見てちょっと緑を入れてみたんだけど、どうかな、なんか自分としてはなんかすごく合っていて、でこの緑もそれほどあのなかなかにそのサイド高いんだけど、でも濃さがしっかりあるんで、割と緑にしてはすごく普段使いしやすくて良かったです。なのでちょっとこの緑を使いつつ、一回ペン先洗ってこの EF2 部を試してみようと思います。あ、そうか、インクの吸入方式はコンバーター式です。あとついでに言うと、キャップしてればクリップがあるから転がらないけど、キャップ外すと丸いので、不用意に置いて傾いてるとコロコロっといっちゃいます。それはちょっと注意が必要です。だから これとかですね。インクは全部こっちの仕事場に置いておいて、1本だけたまたま届いたクジャク緑をその自宅の方のリビングに置きっぱなしにしていて、ジーゾーが届いた時にもうなんか待ちきれなくてジーゾーのこのマネスもカートリッジが入ってたかな、でも何かそのコンバーターでインク吸いたくて、もう緑でいいやってなって、そのちょうどこれ緑っぽい軸だしこれでいいやって言って入れて使ってみて、じゃあちょっと洗ってきますかね。ペン先を洗ってきました。で、こっちが F2 部で、こっちが新しく買った EF2 部で、もうパッと見た目でちょっと斜めから撮ってるんで分かりづらいかもしれないですけど、パッと見た目でもうペンの2部の大きさが全然違うんですよ。で、このソケットの形とか、あれネジのこのなんか長さとかも違って、お、やばい、なんか間違えて買ったのかと思ったんですけど、一応今つけてみたらよかった、はまりました。だからちょっとその今までとはその見た目が変わっちゃうっていうか、その二部がちっちゃくなりましたね。お、なんかでかい二部の方がなんか勢いがあってかっけえな。でもまあ EF をちょっと試したいんで、ちょ EF で行ってみようと思います。インクもまあなんだろうな、そのこの緑気に入ってるんで、この緑のままで行こうと思います。あ、これは大きさが違うからさ、はまんないのか。そうか、
ょっとこれ傷つけないようにちょっとしまっておこう。特に誰もこんなやり方をおすすめしてないですけど、中に水滴残ってる時はもうちょっとこれで取れたと。どうしようかな、ペンに刺してからペンから吸入してもいいし、なんか最近コンバーターから直で吸ってしまってもいいのではないかと最近思うようになっていて、いいよね別にね、何が困るわけではなし。はい、刺しました。まあ書き味的に何か問題があればいつでも戻せるので、でもまあ信頼の G 像なんで、おっとっとっと、期待を裏切るようなことはないと思っていますけど、このやたらいろいろと散らかして賑やかにする作戦はダメだな。もっとしっかり、なんか本当頭悪いな、なんかもっとしっかりと何かを書いておけばよかったですね。まあすぐにインク出ないかもしれないですけど、ではこの F の線に対して EF のペン先はどうでしょうか。まだあの書き味本調子じゃないですけど、これはあいいのでは。そしてお、日本製のなんか EF に匹敵するようないい細い線が引けている。出てきた出てきた出てきた。そして EF なのにだいぶ滑らかで、あのペン自体はどっちかっていうと、そのやはりあのさらにペン先小さくなったんで F よりもさらに硬いかな。まああんまり変わんないか。でまだちょっと水がちょっと残っちゃったりしてますけど、やった、当たりだ。当たりっていうのはその僕的にはですけど、あこれはもっと黒を入れて普段使いにもっとバリバリにしてもいいけど、まあ、ちょっとでも緑面白いからちょっとこの緑でいこうかな。なんかあの一人で大興奮しておりますけど、ちょっとまだあのインクのフローが安定しないですけど、この時点でもすでにあの F と比べて明らかに一段細い線が確実に引けていて、まだインクのフローが安定してないんで、そのあまりはっきりしたことあまり言えないですけど、かすれたりもなく書き味も安定していて、なんだろう、ちょっとインクの、あの、ね、フローが安定するまではなんか書き物はできないですけど、ね、なんだろうね、あまたこのあの書き物がしづらい机でなんか書き始めちゃったよ。そしてまるで当たりをつけた意味が、適当な、昔自分はその輪郭を先にこう書いてその中に顔を描くっていう順番で書かないと、こういう適当なことをやるとすげえ目鼻の位置が狂ったりして、その話にならなかったんだけど、なんかちょっと最近そんなに著しく狂ったりはしなくなったな。急におっさんの、おっさんの顔を描いてしまう。あの要するに何が言いたいかっていうと、スケッチに楽勝で使える細さがあるよと。全然あの細かいその、あのニュアンスを入れることもできるし、あこれはいいペンだ、やった。というわけで、あのなんだろう、これスケッチ用の専用のなんかペン先としてもいけるぐらい、なんだろうな、その細さで言うと多分絶対に、例えばそのあのいつも言っているプラチナの3776の UEF とか日本製の、あもう机がごちゃごちゃだ、まあ、でもちょっと自分の持ってる、ペンの中で一番細いのはこいつで、うん、そうだな、やはりやそのこのウルトラエクストラファインに比べたら太いけども、でも全然、あなんかその自分の持ってる中では相当細い方で、かつ書き味のいいペン先として、あら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 、さ自分の中なんかさ素晴らしい、自分にはもったいないような素晴らしいペンだらけで参っちゃうな。この知らないおっさんも参っちゃうなと言っておりますよ。あのなんかこの呉竹のインクもいいですよね。その匹
圧をかけた時にグッと太くなって、筆圧をかけないと線が細くなるっていうよりは、そのインクのなんだろうな、その乗り方で線の濃さが、太さじゃなくて濃さが結構劇的に変わるんで、これニュアンスをつけやすいんですよ。ちょっとクレタケの他の色のインクも試したいな。なんかクレタケさんはずっとファンなので、クレタケのインクもすごくこうニュアンスの出しやすい自分の好みのインクで嬉しいですね。というわけで G 像の万年筆素晴らしいよ。そして EF2 部がまあどうだろうな、その EF 最初から EF を選択肢に入れるようにしてほしいな。なんか日本の展開をまだそんなには、楽天に一応公式ショップができたぐらいで、まだ本格的にこう日本で大々的にこう売っていくぞっていうところに来てないからなのかもしれないですけど、まだそれほど日本のマーケット、日本で売るんだったら EF 絶対必要ですからね。そして万年筆のスルスルとかける感じって、どっちかっていうとその太字とか中字とかペン先が太くてペンポイントが大きく丸い方がこうスルーンっていくんですよね。だからそのいうところで万年筆の良さが分かりやすいというか、ボールペンとかの差が分かりやすいのはそのもうちょっと太いペン先なんだけど、こいつは EF で細い線が引けて、かつそのさっきの F に比べたらちょっとカリカリするけど、でもそのいわゆるペンが紙に引っかかるようなカリカリした書き味じゃなくて、サラサラとしていて、まだインクのフローが安定してないんです。こう早くやるとちょっとかすれますけど、多分これは時期に安定するはずで、もしかすると安定してきたらもうちょっと太くなっちゃうかもしれないですけどね。今インクがだからそのちょっと水が混じっていたり、フローがまだ安定してなくて、インクの出がゆっくりというかその少なめなんで、細い線が出てるだけで、ちょっともうちょっとしたら、でも大丈夫かな、この時点でこんだけ受けてれば。というわけでは何回言うんだついつい書いてしまう。G 像のマエストロパウアアバロンシーシェルマネヒツとマローラボールと、そしてペン先を EF2 部に変えてみました。万年筆の方も、もちろん安くはないけど、いくらだっけ、13,000円前後、ただ500本限定ですぐなくなっちゃうんで、これがいつまであるのか分かんないですけど、なくなったらなくなったで どんどん新しいタイプのものが出ていくんで、今も新製品が多分続々と出ていて、なのでいろんなデザインのペンがどんどん出てるとこなんで、 G 像自体は何だろう、ものすごく自分の中ではその信頼感の高い、工作精度が高くて、単に豪華な素材を使ってますよじゃなくて、その豪華な素材の工作精度が高くてしっかりした作りで、さっきの箱の中に言えることを全部言っておこう。よいしょ。インターナショナルギャランティーカード保証書かな、とか、よいしょ。まあその品質チェックをした人の直筆のサインが入っていたりして、その我々ちゃんとしっかりやってますよっていうのを何かすごくアピールしていて、まあ自信があるんでしょうね。みたいなことも含めてかなりおすすめの万年筆とボールペンであります。ボールペンも日本のリフィルがいろんなやつが対応していてとても良かったですし、ボールペンどっか行っちゃった。で、そう、さっきも言ったけど、ジェットストリームも刺さるし、プラチナのゲルボールペンも刺さるし、ゼブラのジェルボールペンも刺さるし、桜のミステリアスブラック、これはなんだっけ、ボールサインのやつも刺さるし、もちろんジェットストリームも刺さるし、あと何か一個言い忘れたな、サラサクリップ用だったかな、何かも、全然入るし、まあ調べたらいくらでもこの C300系の互換のリフィルは山ほど出ていて、それが全部刺さる。ちょっとだからオリジナルの G 像のスピードマスターよりも軸が細いリフィルでも長さが合ってたら、結構刺さったりするんで、いろいろ試してみてもいいかもしれません。でちなみに最後の最後に言うと、これはだから一個一個手作業で作ってるんで、同じ模様のものがその2つとないというところも、なんかなんだろうな、その G 像の製品のなんかこういうシリーズの売りだったりします、ってなことでした。僕は別にその文具専用のチャンネルではないんですけど、今最近は文具にハマっていて、主に万年筆とか、まあ、手帳とかボールペンとか、まあ、シャーペンとかの紹介をしています。で、ついでに絵描きなので、それで絵を描いてみせたりとか、まあ、その絵の考え方についての話をしたりとか、あるいはそのガジェット好きだったりするんで、ガジェットこのジャンルを絞らないからいけないんですよね。でもガジェットについての話をしたりとか、まあなんかいろんな話をしたりするチャンネルです。もしよろしければ、チャンネル登録、いいねなどしていただけると非常に励みになります。今12,970何人だかというところで、あとちょっとで13,000人を超えるところで、ということで引き
引き続き、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではでは。